ファミリーと永遠の命は2007年6月2日に BBC1 で初めて放送されたイギリスの SF ドラマドクター風第3シリーズ第9話ポール・コーネルが自身と系統オーマンで構想を練って執筆したドクター風小説ヒューマン・ネイチャーを彼がドラマエピソード化した二部作の後編である前編のジョン・スミスの恋は5月26日に放送された 本作では、ファミリーと呼ばれる異星人が1913年のイングランドのボーディングスクールとその近辺の村を襲撃し、長命の異星人のタイムトラベラーである10代目ドクターのエッセンスを封じた懐中時計を創作する。ドクトル風マガジンのインタビューで、エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビスは、ジョン・スミスの恋とファミリーと永遠の命は、ドクター風の視聴者には、 暗すぎるかもしれないと特徴づけた。2008年に、両作は、9号賞映像部門短編部門に、ノミネートされたなお放題。ファミリーと永遠の命は2012年2月18日に、ダラ TV で放送された、際のものであり、Hulu では、ファミリーオブブラッドという別放題で配信されている。ジョン・スミスの結婚とリメンブランスデーの記念碑のシーンは、 ガンダフ大聖堂で撮影された。学校として使用された建物は、個人住宅で、ブレコンから南に、数マイルの EN、BWLCH に位置する一級イギリス、指定建造物であるトレバーファイドである。クリケットボールのスタントやカートライトの家のシーンなど、他のシーンは、カーディフのセント・ファガンズ国立歴史ミュージアムで、撮影された。 ドクターに植え付けられたジョン・スミスの記憶では彼の両親はシドニーとバリティであると信じられており、これは番組のオリジナルの制作者であるバリティ・ランバートとシドニー・ニューマンに由来する。学校でラッティマーが懐中時計を開いた際、ドクターが消えた花嫁でラクノスの女王と戦うクリップ映像が流れる。字の終わりパートにでは10代目ドクターが再生の前に 過去のコンパニオンに挨拶をして回るが、この時に、ジョーンの日記を収録した本の著者である彼女の孫娘の下を訪れる。ドクターのために本にサインをした際に彼女は、彼が誰であるか気づき、ジョーンが幸せだったか、彼に問われて幸せな生涯を送ったと答え、ドクターに同じ質問を問いかけた。本作は、ゼは、ジョン・スミスの恋と同様に、小説ヒューマン・レーチャーを、 ドラマ化したものである。テレビ版エピソードと異なり、小説版のドクターは7代目で、彼の旅のコンパニオンは、ベニーであった。登場する異星人もファミリーではなく、テレビ版新シリーズでは滅亡した惑星ガリフレーから、やってきた、シェープシフターとされた。ファミリーと永遠の命とともに、ジョン・スミスの恋は2008年、9号賞映像部門短編部門に、ノミネートされた。 10代目ドクター役、デイビッド・テナントは、この二部作で2007年コンステレーション、アワード最高男性パフォーマンス賞を受賞した。2008年にデイリー・テレグラフは、両作を、ドクター風の歴史の中で7番目に良いエピソードで、あるとした。2009年のドクトル風マガジンの読者人気投票で、ジョン・スミスの恋と、ファミリーと永遠の命は、 全期間のドクターフーのストーリーで16位にランクインした。2014年にドクトルフーマガジンの読者を対象に行われた調査では、両作は9位に位置づけられた。イグンのマット・ウェールズは、この二部作がテナントがドクター役で在任した間の最高のエピソードであるとし、驚くほどの出来栄えと表現して、テナントの演技を称賛した。ありがとうございます。